わっとしながらでも息を切らせず話せるって聞きました。あーそうなんだ、りょうた。そうなんです。そっか、りょうた。そう、スクワットしながらね。スクワットしながらでも息を切らせず話せる。俺は息が切れてしまうよ。大変。お前すごいな、これまだまだちょっと力不足だね。これはもう筋トレあんまりやれてないからいけないですな。いやスクワットしながらでも息を切らせず話せるなんて聞くとちょっとそれはやってもらわないとね。もうあれですね、僕に関する噂になっちゃいますね、これ。いやみんな亮太のことよく知ってるね、いろいろね。いや素晴らしい、ここまで知ってるとは思わなかった。じゃあスクワットしながらね、今日ちょっと話していきましょうか、ね、はい。あ、もういつでも始めてていいよ。はい、行きます。いやすごいね。はいね、この間さ、ちょうどね、はい、この番組終わった後に、りょうたちょっと別でね、はい、こう、あれお前そんなにスタンスが狭いの、もっと広くないスクワットって。あれ肩幅とかじゃないですか。肩幅じゃないよ。もっともっと広いよ。そうだよ、そうだよ。そういうので行くんだよ。それがスクワットだよ。なるほど。そう。いや、この間ね、ちょうど、りょうたが、仕事で帰ってしまった後にですね、はい、我々、こう、ラジオスタッフとですね、はい、俺とで3人でちょっと飯食いに行ったんですよ。おスタジオの近くの、はいはい。いや、その焼肉屋がね、ものすごく美味しいんですけど、ものすごくね、はい、こう店員さんがね、こう我が道を行くみたいなね、なるほど、ところだったんですよ。まあ、どういうところが我が道かっていうと、はい、こうどうした、なんか息が上がってきてる？いやいや、まさか上がるわけないですよ。そんな上がるわけない。こんな短時間でね。そうだよ。まあ、いくらやっても切らさないんですけどね。ね、はい、そうだよ。止まることがないから。そうそうですそうです。そうですよ。スクワットを始めたら亮太止まらなくなっちゃいますから、スクワットが。はい、いやそうだったんですけどね。そこがね、こう飲み物とか頼むのもなんか厨房に行かないとダメみたいなねっていうところでね、不思議なところだったんだけど、はい、美味しかったんだよ、焼肉も。そうなんですか。そう、すごく美味しくて、はい、ハラミやばかったね。そうで、メニューとかがね、はい、結構勝手に選ばれちゃうんですけど、はい、そんなメニューを聞き始めたら何、どんどんペースが上がってきちゃうの。スクワットのペースが上がってきちゃう。まあ、上がってきますね。そうだね、お腹が減ってくるからね。減ってきますからね。え、ちなみに亮太は、はい、焼肉とか行くと何が好きなの？焼肉ですか。僕が最近、焼肉はあんまり行かなかったんですけど、うん、カルビが。カルビ美味しいなと。あー、いいやね。はい。カルビ。まして、いいね。カルビは、そのままお肉だけ？そうですね。どうした、ペースがそんな、なるはずがないじゃないか。あと、タン塩が好きです。タン塩いいよね。はい。単純美味しいよね。はい、昔嫌いだったんですけど、それも。なんで嫌いだったの？なんかあんまり形とか、形、食感とかが、ああ食感じゃないですか、肉にしては。確かに。はい。焼き方があるからね。そうですね。そう、焼肉の時はどういうものを、はい、こう飲んだりとかするの？ですね、炭酸ジュースとか僕好きなんで、基本的に炭酸ジュースです、ね。ああ、コーラとか、はい、ソーダとか、ジンジャーエールとか。はい、そうですそうです。そんな話をしてきたらペースが上がってきちゃうね。どあれなんか息切れ何もないよね。はいはい、そんなことないよな。そうです。そうか、まあね、今日とかね、もし終わった後ね、はい、焼肉行けたらいいよな。そうですね。ね、お腹減っちゃうもんな。お腹減りますね。そしたらペースが上がってきちゃうか。終了。体力的にはいいんですけど、うん、足がつりつり。危なかった。足が危なかった。危なかった。いやいや、息は切らさないですよ。なんだって。息は切らさないです。息はね、はい、体力的には問題ないです。そうだよね、はい、足の筋肉さえどうにかなれば。そう、それだけだもん、はい、筋持久力じゃないだけです。そんだけだもんね。噂。お待ちしておりますので。はい、ぜひ送ってください。息切れてんじゃん。